を築ける音楽をされていると思うんですけれども、やはりもうずっと地元で演奏されるにあたって、その練習はいつも町会の中のどこかで。あの練習場所は今日 の特別の協賛でもあります、宮本さん の、はい、スタジオでやらせていただいております。どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。じゃあ最後も宮本之助商店で、もちろんです、もちろんですよね、はいはい、もうやはりこの地元でこの演奏できる、今日太鼓の音を私も久しぶりに野外で聞いてワクワクしておりましたが、またこのお囃子っていうのは特別になんか心を躍らされるリズムだと思ってるんですが、普段はどういう練習をされている？もういつも通り小林、屋台商店、鎌倉市長目、そしてまた屋台と戻る、まあ、玉入りを入っててというの、その小林を基本に練習をしております。もう伝統的な、ね、お囃子の楽曲をされていると思いますので、今日もその一節をまたお願いしたいと思いますので、特に今日は松根連の松は松山商店様の松でありますので、そうですか、目の前で演奏させていただいて、はい、あ、じゃあちょうど演技の方また演奏になるかと思います。どうぞ。では皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ごめんなさい、遅くなっちゃって。
いただきました。本当にありがとうございます。もうワクワクしてくるようなね、やはり音楽ですので、横に神輿があって、粋な浅草の方々の神輿姿をなんか思い浮かべられるような演奏をいただきました。ありがとうございました。